はい、大日和女王さんの紅白サイズ27センチです。お願いします。はい、これもですね、パッと見あれと模様が足りないのかなと思いがちな紅白なんですけども、結構これはこれで見せ場があってですね、柔らかい感じの声で非常にいいですね。まあ本当に結構キレがあるなというような感じもします。ハイセンスな声ですね。そうですね、まずやっぱこのここも抜けてることがやっぱまず見せ場になりますし、そしてこの一本木なんですけども、横から見るともうまっすぐの縦のライン、このここの境目とかもしっかりしてますので、そして、白地もよくですね、楽しみな感じですね。紅もひときわ柔らかい感じです。非常に真っ白でよく出来上がっております。ここのラインとかこの辺ですね、非常に見せ場ができております。こちらもここのラインですね。はい、今よりも大きくなった時に見れると思います。このように肛門もですね、しっかりこのように丸く膨らんでおりますのでね、まあ、こういった鯉は結構メスの確率が高いんですけども、まあ、当然今の段階ではもうメスっぽいんですけども、やっぱり5月6月になってから40センチぐらいになるとですね、変わってきますのでね、その辺はご了承いただきたいなと思います。ただまあオスはですね、見るとやっぱり人色も色も赤かったりとかしますし、もっとギクシャクしてますね。このように柔らかい優しい感じの声は結構メスが多いですのでね、まあ2分の1ではありますが、結構期待してもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。シンプルだけど結構なんか見せ場があっていいなと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。